お祓いを受けるにはどんなタイミングがいいですか？1年に1回受けた方がいいですか？まあ、ありがとうございます。この質問嬉しいね。お祓いっていうのはね、受けるって、まあ、言い方しますけど、それはやってもらうからね。だけどこれね、厳密には受けてんじゃなくって、自分がこう能動的に動いてる、それを神主さんに、神様に通じる言葉に変えて代わりにお願いしてもらってるっていうような感じなんですね。受けてるという感じなんですけど、自分から行ってるっていうことが近い。だから自分から行くにはどのタイミングがいいでしょうかっていうことになってくるわけ。いや、そりゃ決めてえなってなるでしょ。お祓いというのはこう払うというようなイメージが皆さんお持ちになってると思いますけれども、これもまた違いますね。さっき言った通り、自分が能動的に動いていくというその姿勢を示すのがお祓いでございます。で、なんでお祓いをするのかというと、神道神社ではですね、生きてるだけで罪汚れると言われてるんです。ちょっと待って佐々木と、生きてるだけで今日は家から絶対出って決めたのに罪汚れていく、これおかしいねという話になるでしょ。これ罪というのは犯罪の罪という字を書いて罪と言いますけれども、日本語は音が先でございまして、その後に漢字を当てはめてございますから、たまたま罪というところにあの字が当てはまっただけなんですね。じゃあこれ罪とは何かっていうと、語源があります。これ通通味でございます。いわゆるベールなんですね。生きているだけで自分が何もしなくても、お前は神社ソムリエやから、いやいやお前 YouTube やってるやろ、いやその前にお前父親やろ、いやいやいや男やろ、こういうようなイメージに包まれてしまうわけですよ。これが罪、包みが、短くなって罪になりました。だから人間生きてるだけで罪汚れる。でこれをリセットするという意味でお祓いを受けるわけですよ。だからあえて言うならば、自分がリセットしたいと思ったらお祓いを受けに行くというのはどうでしょうか。それこそ人によってペースが違いますから。昨今サウナの流行り言葉で整うという言葉が出てきてくれております。まあ、その言葉を借りるならばですよ、1日1回仕事行く前にサウナ行かなわしゃ整わへんのやろという方もいれば、いや1ヶ月に1回でいいよ整うならばっていう方もいらっしゃれば、毎週行くという人もいるでしょう。まあ、整うというのは人それぞれでございます。まあ、そんな感じで神社に上がるタイミング、お祓いを受けるタイミング、ご自身で決めていただければこれ幸いでございます。